私は初めてね、人工地震について聞いたときに、とんでもないおとぎ話だと思って信じないと、もう最初から蹴っちゃった、ありえないと言ったんですよ。最初言ってくれたの皇室関係者が、インドネシアの津波は人工地震兵器によるものだっていうか、ありえないと思ったんですよ。ところが、僕はあの欧米人が知らないそのロックフェラー・ロスチャイルドのからくりを英語のネットでいっぱい発表するようになってから、呼ばれたんですよ。竹中平蔵元財務大臣の代理、岡田さんという日本開発銀行の人と、白峰という自分が忍者だと名乗る人と、コアンのナンバー3で、確か2007年だったんですけども、あんたあのこと書いてから明日新潟で地震が起きるって言われたんです。え、何それと思って、でその次の日に日本最大の原発に震度 6.8 の地震2つが連続同じ日に来たんですよ。それで本当だと思って、ただ私はずっとニュース業にいるから、誰かそのこと言っただけで、信じないと。それで実際に証拠を集めしてたんですよ。で例えばこれは皆さんに配るけど、日本の新聞、朝日とか読売が昔から書いてる、まあ、地震兵器のコピーいっぱいありますね。それじゃあちょっと少しずつ見てください。で現実問題として、第二次世界大戦が終わった時に、日本、広島、長崎を原発で攻撃するんじゃなくて、海底に原子爆弾を置いて津波を起こしてやろうじゃないかっていう案があったわけ。それはアメリカ政府の公開文書のデータなんですよ。でよく調べると、もう昔から地震兵器ありましたと。1970年代にソ連とアメリカがお互いの国を天候兵器と地震兵器で攻撃しないという国際条約を結んだ。そういう兵器がなければそういう条約を結ぶ必要はないと。で、人工兵器は主に2種類あるんですよ、私は理解している。一つは原子爆弾を震源地に爆破させて起こすやつと、もう一つは特殊な電磁波を使う。例えばオペラ歌手がある音を出すとガラスが割れる、パーッと同じように地面に飛ばす。例えばインドネシアの津波ね、20万人30万人殺されたやつあるじゃないですか。あれはその前にアメリカが海軍入れてやってくださいっていう時に、インドネシア嫌だって言ったわけで、石油利権をくださいって言って嫌だって言ったから、地震兵器でインドネシアが攻撃された。でその時ね、アメリカの艦隊、援助物資を持って事前にその場所で待機してた。ハイチの地震も同じ、事前に待ってた。ハイチで地震起きて、起きる前から。それから、ミャンマーの嵐でまた20万人死んだ時に、すでに艦隊が現場で待機してた。援助物資なんかまるでマッチポンプですね。火事を起こして、それでおお、俺が火事を消したヒロだっていう悪質な、脅迫があちらこちらでやられてる。でこの証拠がたくさんあるけど、じゃあ日本の東北震災が人工地震であることを、でアメリカの一部の勢力による攻撃である証拠をまとめたいと思います。まず私がその内部告発受けたんですよ。でこの人は日本の公安警察にも紹介しましたし、証言を取ったんですけれども、命狙われるから名前今ここで言わないけれども、彼が実際に原子爆弾を密輸したグループのメンバーなんですよ。沖縄の辺鄙な島に原子爆弾が密輸された。この原子爆弾はロシアが沈没した潜水艦クルスクから盗まれた原子爆弾の4発のうちの1発なんですよ。沖縄の辺鄙な島に持ち込まれてから
行船で九州まで運ばれた。で、九州からトラックで日の出村まで運ばれました。日の出村から今度朝鮮総連の地下室まで運ばれて、その後、地球丸という海底に穴を掘る船に持ち運ばれたんですよ。地球丸という船が海底10キロまで穴を掘ることができるんですけれども、その船が1月17日の記事で震源地で穴を掘ってたという情報が出てるんですよ。で、要するに、海底に原子爆弾が置かれた。他に証拠として挙げられるのは、地震と津波の1ヶ月前に、東日本ハウスという会社の株価が上がってたんですよ。日本は少子化高齢化で空き家300万件あるのに、住宅建設会社の株高くなるのおかしい。インサイダー取引がなければ、情報がなければ。他に、でこれも民主党関係者など皇室関係者から聞いた話で、この証言もちゃんと当局に届けてあるんですけれども、3月9日の日にカート・カンベルというアメリカの国務副長官、外交のナンバー2が小沢一郎との会話で、もしあなた民主党政権を分裂させなければ、検察のいじめをやめさせますと、それとあなたに福島県のジオライト利権を差し上げますと言われた。ジオライトというのは放射物質をきれいにするために使うんですよ。この会話が3月9日、地震と津波の2日前、原発事故の1ヶ月前に、これ福島県知事によると、彼の反対を押し切って、無理やりプルトニウムが3号機に入れられた。さらに日本の政府の高官、誰かが記者会見で、アメリカがその後無理やり日本の政府に命令して放射能が入っている水を海に垂れ流す命令を出したわけ。要するに日本の海底に原子爆弾爆破されて津波が起こした。で、放射能が出たので、その原発の茶番劇が主要だったわけですよ。とにかく不自然な点が多い。で、なんで日本が攻撃されたかというと、さっき言ったお金の戦い、これ国際戦いなんですよ。アメリカの軍産複合体ビルダバーグ会議と、今まで影の世界権力を持ってた人たちからお金を作る装置が奪われた。お金を作る、ドルを作るためのものを 取られたわけで、日本の政府に脅迫したわけ。お金をやれということが今回の攻撃の目的。アメリカの軍部がお金がないから日本に、地震と津波と原子爆こう原子事故を起こして脅迫してお金を取ろうとした。それはさっきの、チンピラとバーのママさんの例で言うと放火を起こした。今度あんたのバーを燃やすぞって、お金を起こさないと、そういう立ちの悪いことをやったんですよ。で、やった責任者は、J.A. ロカフェラー、ね、アメリカの上議員の彼が これに直接関わってる、ね。彼は GE の裏利権を持ってる人間でもある。で、これは、世界の覇権争い、この今までドルを作って神様のように振る舞った人たちによる日本への攻撃だったんですよ。でもこれで、あ、そうですか、じゃあお金を渡しますって言うとキリがない。そこで、この人たちを逮捕するしかない。こんなことをやるおじいさんたち、おばあさんたち、もう名前が分かってる、非常に立ちの悪い人たちなんですよ。もうすでに今度アメリカ国内で原発事故を企んでる。今アメリカがすごい洪水に遭ってるんですけど、その洪水がちょうど原発17箇所があるところで起きてて、アメリカでも起こそうとしてるんですよ。とにかく、こういう人たちがほたらかすともうキリがないから、ここで戦うしかないと私は言ってるんですよ。日本が戦争をかけられた、
でこの人たちは他の国にも喧嘩を売ると、それでもう戦うしかない、もちろんこう被害がいっぱい出て悲しい話ですよ。でもさらなる被害を防ぐために止めなきゃなんない。で今度ヨーロッパで起こすと言われてる。よくジェームズ・ボンド映画って昔ほらスペクターという悪い国際組織が原子爆弾を盗んで脅迫するって、それを今起きてるんですよ。まあ、笑っちゃいけないけど、実際に、政府と関係ない国際マフィアが、脅迫してる。で実はね、この人たちの秘密の集まりであるビルダーバーグ会議ってあるんですよ。毎年どっかの高級ホテルにみんな集まって、周りにいっぱい警備員入れて、こうで裏でこういろんな企みをする会議があるんですけど、この前はスイスでやったんですよ、6月9日。ところが途中でみんな逃げた。スイス警察逮捕するって聞いたから、だからもう逃げ回ってるんですよ。確かに日本はひどい被害に遭ったけど、うまくいけばこれ最後の被害者になるかもしれません。とにかくこういう危険なものは犯罪者の手に渡しちゃいけない。でアメリカが犯罪組織に乗っ取られた国であると、その人たちをアメリカをその人たちから解放する国際連盟が存在する。見方いっぱいいます。はい、どうぞ。テクニカルな質問ですが、マグニチュード9くらいの大きなプレートが 何千キロと動いたわけですね。それを動かしていたものは原子爆弾ですか？まずマグニチュード9があるはずがないと私は思ってる。なぜかというと、マグニチュード9だったらもう建物が残ってないはずなんですけど、よく見るとあまり建物崩壊してないわけですよ。数字はどんどん変わったわけ。まずマグニチュード9だと思ってないけれども、ただやっぱり原子爆弾を震源地で爆破させることが大きなものを起こすことができる。例えば石を投げてそれでこう山崩れを起こすと同じように急所を狙えばできるはずです。とにかく海底で起こったわけですね。海底10キロのところに穴を掘って一番 やばいと。海底の原子爆弾が破裂したら、それに関する放射能とかですね出てるはずですが、あんまりそれが出てきたというニュースとかなんか証拠はそんなに隠せるもんでしょうか？だから原発事故という茶番劇をやってるわけですよ。放射能を説明するための、こう言い訳なんですよ。あれ原発事故起きたから、だから放射能いっぱい出てるっていうことなんですよ。でプルトニウムが原発にない、だから事故の1ヶ月前に無理やりプルトニウム入れたわけ。第3期プルトニウムがなんでばらまいてるか説明がつかないから、そうしないと。いやプルトニウムはもっと出てるはずじゃないですか、その原発の原子爆弾で破裂した場合は。海底にはいろいろあるんじゃないですか。実際に日本の政府はデータ隠滅してるはずなんですよ、これについて。アメリカが現場今調査してるんですし、で実際に日本の政府はなんで国民に面と向かって原子爆弾で攻撃されたって言わないかというと、そうすると戦争を起こさなきゃならないと国民が怒り狂うわけで、これはやってるのは国じゃないんですからね、国際マフィアですから、ちょっとややこしい問題でもあるんですよ。そこは純粋にアメリカがやったんじゃないんですよ。これはアメリカに大きな力を持ってるこう国際マフィア、さっき言ったブッシュの麻薬マフィア、その武器承認マフィアがやったんですよ。アメリカの軍人も知らない人多かった。したら何これって、やダメじゃないかっていう人が多いから、そこが複雑なんですよ。してるよ。はい。9.11 もアメリカがやったみたいな、自作自演だというお話さっきしたじゃないですか。で、
この間の東北大震災、東北大震災があって、でその前に中越新潟の地震が、6月11日でしたよね。で全部11日っていうのが偶然なのか、なんか決めてやってるのかなって思ったんですけど。やっぱりね、かなり前から計画されてるんですよ。で確かに特殊な数字が好きなんですね。911、611、311、でこれはなんかね、私もあんまり詳しくないけど、なんかカバラという哲学にそういう数字学があるから、それを勉強すればこうその人たちのこう悪事のこう予定日が見つけられるはずなんですよ。でこのなんかね、今よく言われてるのは6月26日ドイツで起きるとか言うんですけども、ただあまり前もってね、起きるぞ起きずるって言うと起こせないわけ、こう自分たちがバレるから。ですからこれを止める方法として、事前に今度あそこが狙われてるって言うと止められると私は理解してる。だからアメリカの中部の洪水のところの原発が危ないと。で実際にイスラエルの警備会社がその原発の警備を担当してるから、今ペンタゴンが行って、もうその警備会社をみんなクビにしたんですよ。だからアメリカで多分大きな日本みたいな原発事故が防がれたと思います。今までの原発事故とか、日本以外のチェルノブイリとかいろいろあったのも、そういうのも関係してるんですか。マフィアの方々はそんなにやっぱ力を持ってるんですかね。やっぱりね、原子炉利権と石油利権が大きなマフィア同士として戦ってるんですよ。で原子炉利権は環境に悪いというイメージがあるから、二酸化炭素による地球温暖化というキャンペーンを作って、石油が環境に悪いで、原子炉が環境にいいと。そのキャンペーンを始めたきっかけはチェルノビル事故で、チェルノビル事故が起きるまで原発がすごい進んでたわけ。世界各地で建設があって、でチェルノビル事故が不自然なところ多い。まず、名前は未だに表に出てない専門家がいて、で7つの特別な捜査をやったんですよ。でそのうちの一つでもやらなかったら事故起きなかった。で、じゃあその人たちは誰って名前が出ない。でその後ピタッと、原発の建設止まりました。でそれを利益を得たのはどこかというと石油の大手なんですよ。で今回もずっと温暖化キャンペーンで原発すごい建設ラッシュがあったけど、これでまたピタッと止まって、日本もいっぱいまた油を買うようになった。だからすごくスケールの大きい立ちの悪いマフィアがこの地球でこう暴走してるんですよ。基本的にはそういう原発とかそういう石油を買わせるためのことが目的であって、他にそういう日本を攻撃しようとかどこどこを潰そうみたいな、そういうことはあまり関係してない商売。いや、もう一つは要するに、日本がずっとお金貢いでたわけ、こうその人たちに。で最近払わなくなったわけ。要するに商店街みんなで これからその人にスケールを許さないって言ってるから、裏でお金を回ってこないわけ、あの人たちに。そこで暴力事件を起こしている。日本もしばらくアメリカ国債買わなくなったな。中国もそうだし、ロシアもそうだし、みんながね、あなたがね、そんなお金を渡しても戦争にしか使わないじゃないかと、やめてくれと言ってる最中ですから、こういうこと起きるんですよ。あとね、プラスアルファいうこの暗い話ばかりするとあれだから、実はね、石油と原発どっちもいらないんですよ。今エネルギーがタダになる技術いっぱいあるんですよ。例えば0円携帯ってあるじゃないですか。毎月のあれで払う、2年で元を取るじゃないですか。それは0円太陽電池ができる、みんなでタダで配りますよ。で5年間電気料金東京電力じゃなくて太陽電池会社に払ってください。で5年経ってからもう電気代払わなくていい、タダになるよと。
そういうのができるんですよ今。やらない理由は、それをやりだした会社いれば、石油会社か原発会社の用心棒が来るわけ。ちょっとって言って、何やってるんだって言って。それが、そういう人たちに止められたら、みんながすごい豊かな暮らしできるんですよ。みんながお金持ちみたいな生活可能になる。GDP の7割ぐらいエネルギーなんですよ。それが一部の人間がコントロールしてるんです。それはみんなが手に入れば、例えば、農作機械を動かす油はいらない、その物を運ぶ石油はいらない、工場を動かす電気代はいらない、光熱費払わなくていい、それだったらみんな結構リッチになるじゃないですか。でも毎月お金取るガソリンスタンドでこう毎回こうお金もらう人たちが、それが起きたらまずいと。今先生非常に明るい話なさいましたけども、僕は基本的にですね、国家がね、日本とかアメリカとか言うけれども、国の中にですね2つの大きな流れあるわけですね。要するに今全部国際的賞、多国籍企業にしても石油にしても何にしても、そういう大きなですね国際マフィアと、それから片やピーポーですよね、その対決が僕は21、これはでかい問題ですからね、21世紀になって初めてできたんじゃないかと思うんですよね。それはなぜかというと、インターネットとか情報公開の問題ありますね。ウィルクイスいろんな努力してるんですが、もう一つはアフリカなんかで見れるように、本当のもう悪玉がいるわけですね。要するに独裁政権という、独裁政権とピーポーが立ち上がって、それでインターネットが情報公開でやってると、この流れがですねアフリカだけかと思ったらそうじゃなくて、アメリカにもあるわけですね。アメリカに非常に良心的なグループと、で例えば MIT やハーバードに行って立派に勉強しても悪いウォールストリートで頑張ってるやつとか、ブッシュの手先とかですね、そういう21世紀というものが、そういう大きなグループの対決の中でですね、ピープルと国際マフィアとの対決の中で出ていくんじゃないかと思うんですよね。ああ、私は思ってるのは、それで、そのピープルが技術を用いですね、例えば今小さい話か大きい話か、菅さんがですね法案出してるのは僕はとてもいいと思うんですよね。電気作ったら売れるようにしよう、今まで旧電力が握ってたわけですか、ね、でドイツはすでにやってますよね。そういう流れっていうのは、これはピーポの流れですよね。で東京電力がこけたから今度やっとやるわけですね。菅さんはいろいろ評判ありますけども、あれを僕は国際的陰謀が潰してるんだと思いますよ、菅さんの法律についてはね。今おっしゃった石油とかね、今そう、マスコミ、そうでしょ、チャンスなんですよ。そうそう、ね、マスコミもバカだから、そう、母さんのどうでもいい話ばっかり取り上げてですね、やってるけど、僕はエネルギー法案ってとても大事だと思いますね。そう、実はね、20世紀っていうのはこれからの、歴史の教科書で勉強すると、地球が悪いマフィアに乗っ取られた世紀だというふうに、なって、で21世紀は人類がそのマフィアから解放された世紀になると私は思いますね。そうそうそう、非常に希望に満ちた世紀だと思うんですよね。でインターネットすごい大事、例えば私が、みたいな人が、例えば僕はフォーブスという向こうの雑誌にいるんじゃないですか。で正義を信じてマスコミの自由を信じる、で中にいると潰されるわけ、記事で自由じゃないと分かっておかしいなと思って、でも本来ならもうクビになって泣き寝入りしてもう葬られる、それか仲間になってよくテレビに出たり、よくこういい給料もらってで嘘をつく、どっちか。で同じく例えば科学者、水で走る車を発明したサンリマヤみたいに、おこれで地球良くなると思ったら、いきなり用心棒来て工場爆破して、お前はね黙ってろっつって、何これ。でそれぞれみんな公人だったわけで、大きな組織に対して何もできないけど、ネットでお互い見つけるわけで、みんな
違うパズルの違う部分が、だから悪いやついる、どこにいるんだ、誰なのか、でみんなで情報交換して911とかあのケネディ暗殺とか、こうエネルギーが封印された技術とか、マスコミが自由でないとか、いろんな人たちがネットでお互い見つかり合って、で結局これあのオーズの魔女使いっていう映画 あるじゃないですか。最後に勝手にめくっておじいちゃんがいるわけ、その裏、その今そのカーテンめくられた時点になってると思います。そうそう、だからインターネットが僕は本当のフォークだと思うんですね、うん、人民の手に属するっていうことでね、うん、で僕はマスコミにも言いましたけどね、マスコミもええ考えなところで、例えば東京電力なんかみんな買収に来るとですね、あのスポンサーにもなるし、本当のこと出ないんですね。で原子力発電も立派だ痩せたでしょ、で今叩いてますけどね、あの本質的なこと、だから今言った法案についても、あの菅さんがね、そういう法案出しても、マスコミはどうでもいいような、ね、政局絡みのことで落としてるわけですね。あの本質が分からないです。要するに僕は、マスコミが、今日のテーマにマスコミあるんですよ、勉強足りないと思います。そう、じゃあマスコミの話しましょうね。もうマスコミちゃんですから。Na na 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 na